けて中に入るのは難しいですよ。井上のジャブですね。スピードもあるし、パンチ力もあるんで、はい、さあ右のアッパーも出してきました。一つこのアッパーというのが今回井上尚弥が河野対策として重点的にやってきた部分。レースさあボディーから左、11勝全勝の井上尚弥に河野晃平、これがプロ43戦目になります。右のショートアッパー、さあ河野がボディー、井上尚弥を下がらせる、そして井上尚弥ノーブスロッター右だ右だ、河野が右左を返した、よく出てますね。そうですね、はい、いや両者がパンチを打ち合います。すごい戦いになりました。日本人対決、さあ前に出る左のボディー、井上尚弥右、とにかく今右、チャレンジャー河野追い詰めてきた、右を返してくる、左のボディー、とてつもない音が聞いた、これは聞いている、これは聞いている、ボディが聞いている、さあ前に出て井上尚弥が詰める、距離を詰めてくる、ボディを返す河野、井上がさらに攻め込んでまたボディに繋げていこうというそんな指示です。はい、下だけじゃなくて上も飛んできますからね。そうですね、クラブさん、さらに右左、ここは井上の面だ、河野が下がっていく、河野を捉えます。今度脳へのダメージも効いてますね、ただ河野が前に出た、井上尚弥のこの連打、この3ラウンドで圧倒してみせました。さあ第4ラウンドへと入ります。こういう接近戦で、はい、この戦い方をしないと、でも後半も厳しくなっていくの で、今の戦い方は非常にいいと思いますよ、はい、接近しています。愚直なまでにパンチを重ね、そして思いを込めたそのパンチ、河野晃平的確に強烈な井上は的確にここはさばいていきます。そして左のボディー、さらにいく、あちょっとこれは効いたか、これは効いたか、このアッパーというのが一つ悩むところですよね。接近したい、いや接近して、そして右、そして左、河野のパンチが井上の顔を捉えました。今のラウンド、この河野選手が戦ってきた中で一番いいラウンドだったと思いますよ。倉川さん、そのあたりですけれども、河野陣営ですけど、さすがに最高のラウンドという声が飛んでますね。あ、そうですか。今のラウンドを続けていこうという声が飛んでいました。はい、そしてまた前に出ます、河野が前に出てきた、河野は耐えられた、井上は切れるか、右だ、井上尚弥、どういう風な今感想をお持ちですか。そうですね、もちろん井上尚弥選手の凄さも目立ったんですけど、はい、河野選手の頑張りっていうのもそれに引きを取らないぐらい、目立った試合だと思います。そうですね、ノックアウトシーンでした。そうですね、やっぱり右のストレートが的確に当たりましたね。すっきりしない2試合の防衛戦があった中で、4度目の防衛戦は文句なしのテクニカルノックアウト勝利、井上尚弥です。